はい、どうもこんにちは、サイです。今日はですね、五条悟を書いていきたいと思います。まず輪郭から書いていきます。呪術の輪郭の特徴としては、結構もう本当に顎はしっかりとって、で、結構その何ですかね、線をこうなだらかに丸く取るんじゃなくて、鬼滅とかは割と丸めに取るんですけど、呪術は割とカク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 みたいな、もうこれめっちゃ極端に書くんですけど、こういう感じでいいですね。割と線をカクカクさせた方が呪術は呪術っぽいです。で、大体このカクカクしてるこの顎と顎、頬骨か、頬骨の位置のラインとか、これ大体同じような高さで、で、真ん中で割ると、大体この顎の、顎もちょっとこっちで言うといいですね、大幅になるようなイメージで、このあたりは輪郭の描き方講座で詳しく説明しているので、よかったらそちらもぜひご覧いただければと思います。今引いた真ん中のところに鼻がきます。なので鼻先に描いてあります。割と五条鼻筋通します、ね、で、目を隠してる 布でいいのかな、布なんですけど、先に耳描くか。布なんですけど、イメージ的にはあれ目を隠してるので、ちゃんとしっかり目が入る、目が隠れるサイズですね。サイズで、で、この布は当然頭に巻いてるわけで、頭というか額か、この顔の輪郭より外に出ていかないとおかしいんですよ。なので、ここは輪郭より外に出します。じゃないと輪郭ピターンって、そんな布あるってなるので違和感が出ちゃうんですよね。で、だいたい多分これおでこら辺かな、イメージ的に。で、このかぶさってる輪郭を消していきます。布とね。で、口も結構呪術は広く大きめに描きますね。で、ちょっと口端を上げる感じで、なんかムカつく。口足ってなんか上げすぎるとちょっと嫌味な感じになっちゃうね。まあ、バランスなんですけど、このぐらいかな。で、下唇ちょっと割と薄めに描きましょう。首を描いて、で、襟がかなり立ってる服なので、この辺かな。顎って隠れるんですけど、これ絶対顎は描きましょう。描かないともうほんとわけわからんになるので。そして本来は体も描いた方がいいんですよ、裸のね。多分筋肉的にこうくるはず、まあ、一応これ描かなくていいですよ。参考までに描いて、なんで描くかっていうと、これ肩がどこにあるか、なんかもうガクガクな絵になっちゃう人の原因は、肩がどこにあるか分かってないんですね。人間ってこの頭があって、頭部があって、首があって、肩に繋がってるはずなんですよ。で、こういう服の場合に、その襟を描くのことにばっかり気を取られちゃうと、肩の位置がものすごい下がってるとか、首こんな長いんですかみたいな、そんな人間いないだろうっていう絵になっちゃうので、できればなんとなくイメージ的に大体この辺に来るだろうなっていうのを、ちょっとうっすらでも下書きした方がリアリティのある絵にはなります。で、これに服を着せていくんですね。なので、まあ大体輪郭的にはこんな感じ。ちょっとこんな五条さんがムキムキかどうかわからんのですけど、このぐらいかなっていう。なので、肩の線がどっから出てるかわからないっていう人は、裸の体を一回描いてみてください。そうすると肩の位置は明確にわかります。で、同じ理由でこれも顎は消えれるんですけど、最初の段階で絶対ここ描かないとダメです。ここは服にここ真ん中から拭くので、
真ん中に向けての塩ですね。こんな感じかな。で、頭を描いてるの、いや、頭を描くときもちょっと顎まであった方が分かりやすいので、こういう頭がツンツンしてるキャラを描くコツなんですけど、だいたいこのおでこまでの長さと同じぐらいの幅でトップがきます。なのでだいたい倍、イメージ的にはこの額までのとこと同じ倍ぐらいまで伸ばしていいので、このぐらいで頭を結構髪の毛をパッサーって感じに描かないとおかしくなります。でもっと言うなら、頭ってこういう、頭部って頭蓋骨ってこういう形してるんですよね。でこれよりもこのツンツンしてる毛が内側に入っちゃ絶対にダメなんですよ。え、それこの人の頭蓋骨どうなってるのってなっちゃうので、でもこれを踏まえてじゃあとりあえず描いていきましょう。こんな感じかな。このラインより内側には入ってきてないですよね今とりあえず。で描くときはその大きい毛束を作ったり、ちっちゃい毛束を、細かい毛束を作ったりってすると結構バランスはいい感じになります。で、この頭蓋骨の線を消して、あ、で、あと、このラインを消して、ちょっと、なんか、鼻の細すぎるような感じですね。もうちょっと大きくしよう。で、よっか。なんか、で、髪の毛の流れを中心から、こうちょっとだけ、こう、なんていうの、放射状に。はい、とか。で、あと、ちょっと立ち入れておきます。制服の、制服じゃねえや。服のですね。で最後に顎のライン消したら、はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえると嬉しいです。はい、というわけで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。